かちゃんさんコメント一番ありがとうございます。今日はちょっと夜ができないのでこの時間だけで申し訳ないでございます。30分だけ、11時までやります。かゆ足、ちょっと待ってね、ツイッター載せてるか。 OK、ペトロさん200回目の方もありがとうございます。ほんで私はご飯を食べる、昨日の豚汁を食べる。いただきます。朝ごはん、矯正がね、新しくなったんですよ、マウスピースが。だから歯がちょっと痛いんですよ今日。バラさん400回目のもありがとうございます。でもさ、目がめちゃくちゃなんか開かなくて、こっちに左目に関していつも通りなんか一重みたいになってるし、右目も開かないんだよね。ね、あのさ、別に良くないな、アンジーに私が配信しようとさ、なんでな、みんな好きだよねそれ聞くの。いつもこの時間しないよねって。いつでもいいじゃん。そして昨日配信でも言ったよ、雨嫌ですね。嫌だね、湿気が。仕事明けに配信、うん、夜勤だったってことかな。お味噌汁って美味しい。マジ日本人に生まれてよかった。目乾燥してるんじゃなくてね、なんか二重が変、あんま寝てないからかな。体が安定しなくて困る。みほさん100回目の方もありがとうございます。お味噌汁はじゃがいもが好き。マジ？じゃがいも？カレーだな。なんだっけ、ギフト読むの忘れてた。おじしのくさんプレゼントいっぱいありがとうございます。いちやさんケーキありがとうございます。あ、なんかハゲてる。なんかさ、メガネかけてる写真をさ載せてくれてる人がよく、結構メガネ関係ないか、普通にショールームのスクショ載せてくれてる人がいるんですよ、ツイッターに。めちゃ半目な時があって、え、でもさ、なんかさ、私がさ半目、自分のその半目してみたらさ、え、バリブスやんみたいになるんですよ。でもさ、
多分乗せてる人はさ、ブスと思って乗せてないじゃないですか。人間ってやっぱ人だから見る見方が違うのかな。いやそれはさ、普通に可愛いと思って乗せてくれてるんだったらさ、なんかやっぱ自分と他人って見方が相当違うのかなみたいな、最近の疑問。いやね、じゃあたまにね、公式の写真でね載せてもらってるのがあって、公式の写真とかもそれもなんか、うわーこれ半目だ失敗したみたいな、もっと可愛い顔で写りたかったって思うんですよ。でもそれ見たファンの人がなんか、うお流し目セクシーですねみたいなとか、なんか結構書いてくれてて、あそう見えてるんだみたいな、私が半目に見えてるものは意外とみんなからしたら普通なのかなとか思って、どうなんですか、それは半目に見えてるけど可愛いって一応言って載せてるのか、もしくはガチでそれがそう見えてるのかっていう、いやマジで私的にはこれはマジで絶対半目でしょみたいな、ちょっとこれはちょっと載せないでほしかったなみたいなとかもあるけど、でもそれになんかいい表情ですねとかコメントがあると、なんかおおそうなんだ、これはいいやつなんだみたいな、私は苦手だけどみんなはこれはいいんだみたいな。たまさん100回目の方もありがとうございます。そう、あとやっぱあのインスタの写真とか、あやべ今日載せてね、そうインスタの写真とか、例えば私はこっちの写真の方が好きだ、ちょっと流し目にしてる、なんかこういうなんかこういうちょっと目線外せるのが好きだとしても、ファンの人は結構なんかまっすぐ笑ってる写真の方が好きみたいな、あるじゃん。だからやっぱ写真って難しいなって思った。そもそも被写体として完璧じゃないからさ、自分がまじほんとさえさんみたいなさ、何をしても完璧なさ、もうどこからいつ撮っても完璧な人間だったら多分そんなこと思わないのかもしれないけど、あんなにだって美しいんだよいつ撮っても。自分に自信がないからそう思っちゃうのかな、わかんない、これに関してはあれで私が勝手に言ってるだけだから、そのさえさんがどう思ってるかわかんないですけど、私的にはもういつ撮っても可愛い超絶美人なんですよ。ブッチーさん、スノードームありがとうございます。パンケーキのやつはまっすぐの方が好き。うそ、あれ、あんなこと言ってる。私あれ、いや、最初ね、それをインスタに載せようと思ったの。あ、じゃあ、それとはまた別の写真があるんだけど、それを載せようと思ったんですけど、なんか、自分的になんか気に入らなくて、鼻が。なんかすごい鼻がなんか、私が最初の強感をやってたし、鼻がなんか長い気がして、なんかちょっとこれ、なんかやだなと思ってやめたんですけど。難しいよね。横とか流し目好きです。え、そう、好き、そう、なんかね、好きって言ってくれてる人も普通にいるんだよね。全員が全員そのなんか前向きの人が好きですっていうわけじゃないんだけど、でもだからファンの人向けに載せるとしたら多分正面で笑ってるシーンなんだよね。でもインスタみたいなちょっとおしゃれにした方がいいやつは多分流し目とか。そういう系の方がなんかいい気がするんだよね。だから意外とツイッターはなるべくこうニコってしてるやつを載せるようにはしてるけど、うん、だから毎回写真選ぶときどうしようかめっちゃ迷ってる。特にインスタ、そんでインスタ今日のセンナーすぎて迷ってる。頑張って最近インスタ毎日投稿してるから、ね、あの栗山里奈がインスタ毎日投稿してるんだよ。
いやー膝にこぼした、リナチって呼んじゃった、別にいいじゃんなんでリナチは別にいいよ。でもなんかさ、インスタってね、私の勝手なあれね、まあ、でもそれは当たり前でしょって感じなんだけど、めっちゃ久しぶりにあ投稿した時の方がフォロワーが増えるんだよね。だから毎日は結局継続は力なりってことで増えてんだけど、久しぶりにポンって一個載せた時の方がフォロワーが増えやすくてちょっと落ち込むことはある。最近毎日載せてるからこそ、うんみたいな、頑張ってんだけどなって。今日のシャツセンスのお姉さん、これはですよ、リリーブラウンのさくらさんがコラボしてるやつですよ。値段はまあまあしました。頑張って働きます。春先も着れそうだったんで買っちゃいました。インスタ拡散能力ないから難しいよね、本当に。ツイッターよりインスタの方は写真機を使う。そうね、正直そうかもしれない。なんかツイッターはファンの人向けで私は載せてるけど、そのアイドルのファンの人向けに。でもインスタは一般の人向け、一般の人っていうか、なんかファン、必ずしも全てがファンの人向けとして載せてるわけじゃないから、だからなんて言うんだろうな、その一般の人が好きな写真ってなんだろうみたいな、おしゃれな女の子が好きな写真ってこんなのかなみたいな。なんかそのファンの人向けはさ、結構こう割ともう分かってんじゃん、ある程度は。ニコって写真、さっき言ったみたいな正面でニコってした写真が好きとか、顔がしっかり見える写真が好きとか。私4枚ぐらい載せれるから、ツイッターは。でもインスタって私意外と1枚とかで載せてるんですよ。あんまこういっぱい写真を1個の投稿に載せないから。私なんかこうおしゃれってなんだろうみたいなおしゃれってなんだろう、おしゃれについて通ってるよ頭の中で。一恵さんケーキありがとうございます。ともちゃんリボンクマありがとうございます。ずっと頭の中で考えてる、おしゃれってなんだろうみたいな、この写真はおしゃれなのかなみたいな葛藤する。困り顔が好き。私困り顔になんないと思う。 HKT チョイツおじさんケーキありがとうございます。ビーアップさんリボンクマンありがとうございます。インスタ伸ばしたら研究するの難しい。うん、そうなんだよね。まあでもなんかリールがやっぱいいらしいね、インスタは。リール動画みたいなやつあるじゃん、あれ載せ、あれを結構毎日に載せるとめっちゃいいらしい インスタの投稿で少しでも周りの縁とかがずれた瞬間やる気なく、あ、ちょっとわかる。マサさん、タコありがとうございます。メタルさん雪の結晶ありがとうございます。なんかちょっとでもさ、こうなんていうの、最初めっちゃ、今私のインスタギリおしゃれを保ってるんですよ、私の中では。そう、でもそれが多分おしゃれじゃなくなってくるとやる気がなくなってくると思う。あれなんかおしゃれじゃないとみたいな、なんでってなって、あーもうやめだやめだってなっちゃいそう。インスタのリレー見てるといつの間にか30分くらい経ってる時ある。私それ YouTube のショートで起きてるわ、その動画。むしろだって昨日ショートずっと見てたら落ちたもんね、一瞬アプリ見すぎで。
今日一の写真はツイッターでインスタに載せる感じか。いやそうでもないかもね、正直。だってインスタは雰囲気みたいなとこもあるから、例えばそのさっき言ったみたいにツイッターはファンの人向けに正面のニコってしてる可愛いやつとかで、でそれニコってやってるのが一番漏れてるかもしれないし、逆にそのインスタはその日 その後ろ姿とか背景含めた後ろ姿とか載せたりするからってなってくると、必ずしも絶対にその日一番の写真はインスタっていうわけでもないかな。全然知らない海外の人のリール見るのが好き。なんか私あれ好きなんだけど、あれ好きっていうか何をやってるかよくわかんないですけど、男の人と女の人が出てきてなんか食事を一緒にしてるんだけど、その大量の麺の中になんか肉とか隠してて、でなんか旦那さんの方が大体なんか肉とか入ってそうな方を取ってめっちゃうわーって食べるけど、実は女の人が持ってる皿の方に、本当は旦那さんの方にあったけど旦那さんがそう入れ替えたくせいで、結局なんか女性が持ってるなんかその麺の下の方のが肉いっぱい入ってる皿だったみたいなオチのやつ、あれめっちゃ見ちゃうんだけどそうゆで卵めっちゃ食べるやつとかもあれめっちゃ見ちゃうんだけど、あれなんか一個あれ流れてくるといっぱい流れてくるんですよ。あれ超面白い、面白いっていうかなんかオチ分かってるからこそなんか好き。でもなんかその男性がなんか結構ひどくて台で出てきた時、なんか女性が食べてる方の麺もちょっと取ったりするんですよ。なんかでもそういうの見るとなんかこのクソがとか思いますけど口悪い、そう、お前は人のもの前に 手出してからとか思いますけど、でもあれめっちゃ見ちゃう。仕事戻ります、いってらっしゃい。中国の北にいたかしらな、なんか音楽流れてるみたいな音楽流れてるやつでしょ。バルタン太郎さん、いきなり決勝ありがとうございます。あとなんだっけ、一時期なんか流れてきてたやつ、一時期っていうかまあたまわりと流れてくるんだけどね。あとなんかマッチョが料理してるやつ流れてくる、 YouTube 見てると。ユネシーさん200回目の方もありがとうございます。バルタン太郎さん、クラッカーありがとうございます。前の写真はどんな基準で選んでる、何ですかね。普通に前は割と日記感覚で送ってるので、そんななんか凝った写真は使ってないかも。逆に言うと絶対こんなのツイッター載せないでしょみたいな写真を見れるのがメールだと思ってる。まあ、それが雑って思う人もいるだろうし、逆にメールでしか見れないから嬉しいっていう人もいると思う。例えばだから今日買ったものとか今日これ買ったよとか、そういうのはメールで写真送ったりするから見れて嬉しいって思うか、もしくはなんだこの写真かよって思うかは人それぞれって感じですね。誕生日と天日重ねるようにしてる感じ。一応重ねられるようにチケット使わずに今誕生日まで突っ走っております。そうね、オフショットみたいな感じかも。だから例えばその日ラーメンとか食べに、昨日もスシローの写真送ったけど、そんなんツイッターとか載せないじゃないですか基本的に。でもまあメールには今日スシロー行ったんだよねみたいな感じで載せることもある、うん、そしてどうしてそんな写真のこだわりを気になるかい、我の写真のこだわり。実はそんなにないんだよこんなやってるけどそこまではないんだよ。バーのカクテル作る動画、そんなのあるんだ。あーだんだん目が一重になってってる、キャめ
ちゃんらしい写真は日常が分かって楽しい。どういうことだ。でも家での自撮りとか基本載せないもんね。インスタでそのストーリーで載せることはあっても基本自撮りとか載せないから、あんまり。ちょうどじゃない普通の YouTube 見るよ。あ、待って、なんか目の上がプルプルしてる、痙攣してる、なんでや。リンリンのこと好きな人がメールでリナちゃんの話題出してくれると報告してくれる誰だろう、誰か分かんないけど、ありがとう、ありがとうなのかな。でもひじりがリンカちゃんめちゃくちゃ面白いって言ってたから楽しみですね、もっと仲良くなるの。韓国の女性の人がたくさん料理を作って食べる動画あるんだけど見てる。私ラーメンするの好きなんだよね、韓国の方が。もう気持ちいいぐらいズル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 って入っていくんですよ、ラーメンが。だから、うわーすごい上手だなって思う、食べるの。YouTube 普通の YouTube は見るけど、最近ゲーム実況とか、あと2ちゃんまとめとかしか見ないかも。なんか2チャンネル、2チャンネルのなんかまとめみたいなのは見る、面白いよ。ひいろちゃんがクイナとよく話すって聞いた記憶あるけど仲いいの。あ、仲いい、なんか勝手に仲いいとか言っていいのか分かんないけど仲いいと思います。私的にはよく話してるので、公園いっぱい出てくれるから、その分楽屋とかでも会うのが多くて話してますよ。年齢も結構近めちゃ近めなので、TikTok で会社でご飯作る動画は、あの人、私ね一時期めっちゃ好きで見てたんだけど、あのよく見て気づいたら、あのあれでしょ、うまいって叫ぶ社長の人でしょ、あの口の中の食べ物が見えちゃって、それが私ちょっと苦手で、それに気づいちゃって、あ、やばい見えてるみたいな、ちょっとそれで見切らなくなっちゃった。めっちゃ好きだったの一時期、本当にずっと好きで超見てたんだけど、その方純潔癖がある私にとって口の中見えたのちょっときつくて、それでダメになっちゃった。私しつこいのダメなんだよね。引いてるやん。いや、ちょっとダメになっちゃったんだよ、それが。いや、動画自体は普通に面白いって思ったんだけど、普通に、本当に。マジで一時期ずっと見てたし。なんだけど、口の中見えた瞬間、ちょっとダメになっちゃったの。あー、やめてーってなって、うわー、口の中だーってなっちゃって。どうしてもちょっとそれが、出し的に許せなくて。口の中が。嫌じゃない？だって噛んだ口の中見るの。口の中恐怖症だから、それがちょっとどうしてもダメで見るのをやめました。私は福ちゃんのこと絶対いけない、無理だと思う、私マジで無理だと思う、なると思う。面白家電メーカー、それは初めて聞いたな。クチャラは本当にやだね。クチャラはでも人生でめちゃくちゃなクチャラは見たことがないんです、まだ私は。なんかそこまでひどいクチャラを見たことがないから、本物のクチャラってどんなんなんだろうと思って。あと私 YouTube の動画で見たあれが嫌です、食い尽くし系、人のご飯食べちゃう系の人、食い尽くし系嫌いだなって思いました。もう好きな人はいないと思うけど、ゆずっこ、あの毒キノコの子、会社でこっそりご飯作ってみたいな人の動画、あれでしょ、絶対こっそりじゃない人でしょ、あのお姉さんで
お姉さんっていうかなんていうの、先輩とか出てくるやつでしょ。食いつく助っ人なのなんだろう、なんか人のご飯も食べちゃうみたいな、一緒に、その人がいらないって言ったわけじゃないのに勝手にちょこちょこ取っちゃうみたいな。クラブあるあるの動画見ちゃう。なんだそれ、それ見たことないかも。粘土加工は別にダメじゃないかも、口の中さえ見えなきゃ。人間として終わっとるやつやん。でもそれをする人がいるんですよ、世の中に。食い尽くし系という。でもそれは友達とかの前ではしないのに、彼女だったりとか逆に彼氏だったりとか家族とかにはするんですよ。っていう人もいるらしい。はあ、お首出ちゃった。そのジャンルに需要があるのか。いや、ジャンルっていうか、それはショートとかじゃなくて、普通になんかこういう人もいるんだよっていう動画を見た。あ、くしゃみです。出た、くしゃみ。ホコリでも待ってたかな。眠い。これからも移動中は全部寝るから。今日緑の子の名前なんて。緑の子、何の、何の緑の子だろう。何時まで話してんの。11時だね、もう終わるよ。あ、やばい、鼻めっちゃムズムズ、ほこり舞ってるかな。やばいやばい。ヌボの隣に乗るやつ。ああ、そういうこと。あれは身代わりといって、ポケモンの技で身代わりっていう技があるんですよ。その時に出てくるやつです。後ろのぬいぐるみ、ぬいぐるみ。健さん、三つ編み選手権さん、なんか変わった名前やな。ありがとうございます。でも終わっちゃうんだ。あ、やばい、鼻がめっちゃむずむず。なんで、イヤホン出る準備。じゃあランキング読みます。メルコさん、ファイトありがとう。13位、ガバヨッチャンありがとうございます。12位、ポンコツ師匠さんありがとうございます。11位、ムーさんありがとうございます。10位、グッチーさんありがとうございます。91位さんありがとうございます。8位、白熊大好きさんありがとうございます。7位、バイタン太郎さんありがとうございます。6位、渡るさんありがとうございます。5位、タモちゃんありがとうございます。4位、 HKT チュエトージさんありがとうございます。3位、マサさんありがとうございます。2位、アジシネクさんありがとうございます。1位、モモラニアさんありがとうございます。ありがとうございます。HKT チュエトージさん、花束ありがとうございます。三角さん、クラッカーありがとうございます。お仕事頑張ります。夜はもしできたらするけど、多分できないと思います。ってことで、じゃあね、またメールで報告します、逐一何かと。バイバーイ、またね。